テスト7、ハイツ。アリフラーム・ミームサードの一条。地とアスタリスクよ、このクルアーン・アスタリスクは、あなたに下された経典。ならば、それで警告を告げ、不信仰者たちへの教訓とするにあたって、あなたの胸の内にいかなる反問の一条があってもならない。人々よ、あなた方の主アスタリスクから、あなた方に下されたものに従うのだ。そして、彼をよそにして盟友たちに従うのではないの一条。あなた方が教訓を得ることの、少ないことよ。一体我らアスタリスクは、どれだけ多くの、不信仰者アスタリスクの、町を滅ぼしてきたことか。そして我らアスタリスクの猛威の一条は、夜、眠っている時でも、あるいは彼らが昼寝している間でも、彼らの元に到来したのだ。それで我らアスタリスクの猛威が彼らの元に到来した時、彼らの言い分は、本当に私たちは、不正アスタリスク者でした、というだけのものだった。我らアスタリスクは必ずや、死とアスタリスクらが、使わされた者たちに尋ねよう。また必ずや、死とアスタリスクたちにも尋ねようの一条。それから必ずや知識を持って、彼らが現世で言ったことについて、彼らに語り聞かせよう。そして、我らはもとより、彼らに対する、不在者であったわけではないの一条。復活の、その日アスタリスク、行いの、重みは真実であるの一条。誰でも、自分の、善行の、ばかりが重かったもの、それらの者たちこそは成功者である。の一条。そして誰でも、その、善行の、ばかりが軽かったもの、それらの者たちは、我らアスタリスクの未調に不正アスタリスクを働いたの一条ゆえに、自らを損ねた者たちである。人々よ、我らアスタリスクは確かに、あなた方に地上で力を授け、そこにあなた方のための生活の糧をしつらえた。あなた方が感謝することの、少ないことよ。また、我らアスタリスクは確かにあなた方、ノフソアーダムアスタリスク、を創造し、それから片作り、それから天使アスタリスクたちに、こう、言った、アーダムアスタリスクにさじだアスタリスクの一条せよ。すると、彼らは、全員、さじだアスタリスクした。ただし、イブリースアスタリスクは別で、彼はさじだアスタリスクする者たちの一人ではなかった。2彼、アッター・アスタリスク、は、仰せられた、我があなたに命じたとき、あなたがサジダ・アスタリスクするのを妨げたものは何なのか、彼、イブリース・アスタリスク、は申し上げた、私は彼、アーダム・アスタリスク、よりも優れています。あなたは私を火からお作りになり、彼のことはデードの一条からお作りになったのですから。2枯葉を仰せられた、ならば、そこの一条から落ちてゆくがいい。あなたがそこで高慢になる筋合いは、ないのだから。そして出て行け、本当にあなたは、卑しいものの類なのだ。彼は申し上げた、彼らが蘇らされる日まで、私に猶予をお授けください。枯葉を仰せられた、身にあなたは、角笛に最初に吹き込まれる日の一条まで、猶予を与えられる者の一人である。2彼は申し上げた、ならば、あなたが私を謝らせられたのですから、私は必ずやあなたのまっすぐな道、イスラーム・アスタリスク。において、謝らせるべく、彼らに立ちはだかりましょう。それから私は必ずや、彼らの前から、後ろから、右から、左から、彼らに到来しましょうの一条。そしてあなたは彼らの大半を、感謝するものとして見出さないのです。枯葉を仰せられた、
叱責され、追放されつつ、そこから出ていくのだ。実に彼らのうちであなたに従ったものがあれば、我はきっと、彼らを含めたあなた方全員で、地獄を満たすであろう。アーダム・アスタリスクよ、あなたとあなたの妻は楽園の一条に住み、どこでも望むところから食べるがよい。そして、この木には近づいて、その実を食べてはならない。そうすればあなた方二人は、不正アスタリスク社の類になってしまうから。そしてシャイターン・アスタリスクは、彼ら二人の隠されていた秩父、アウラ・アスタリスクを彼ら自身にあらわにすべく、二人をそそのかしていった。あなた方の主アスタリスクがあなた方にこの木を禁じられたのは、あなた方が天使アスタリスクになるか、あるいは永遠なる、生を得る、ものの仲間とならないようにするためにそとならない。そして彼は、二人に向かって、こう、誓った。本当に私はまさしく、あなた方二人に対する忠告者である。こうして彼は、偽りによって二人を陥れた。そして二人が木、のみ、を味わったとき、その秩父、アウラ・アスタリスクは彼ら自身にあらわになり、彼らは楽園の葉を自分自身、の秩父、に当て始めたの一条。そして彼らの主アスタリスクは二人に呼びかけられ、こう、仰せられた、我はあの木を、あなた方に禁じたのではなかったか。そしてあなた方に、本当にシャイターン・アスタリスクはあなた方にとっての紛れもない敵である、と言わなかったのか。二人は申し上げた、我らがオモ・アスタリスクよ、私たちは自分自身に不正アスタリスクを犯しました。そしてあなたが私たちをお許しになり、ご慈悲をかけてくださらなければ、私たちは間違いなく損失者の類となってしまいます。の一条。枯れ葉を仰せられた、あなた方は、シャイターン・アスタリスクと、互いに敵となって、楽園から、落ちていけ。そしてあなた方には地上でしばしのの一条を住まいと楽しみがある。枯れ葉を仰せられた、あなた方はそこで生き、そこで死に、そしてそこから、復活の日アスタリスク、蘇らされるために、出されるのだ。アーダム・アスタリスクの子ら、人類、よ、我らアスタリスクはあなた方に、自分たちの秩父、アウラ・アスタリスク、を覆う衣服と、着飾るためのものを、確かに下したの一条。そして経験さアスタリスクの衣こそが、より良いのである。それは彼らが教訓を得るようにとの、アッラーアスタリスクの未調にの一つなのだ。アーダム・アスタリスクの子らよ、シャイターン・アスタリスクが、罪への誘惑によって、あなた方を試練にかけるようなことがあっては、決してならない。彼があなた方の先祖二人を、その秩父、アウラ・アスタリスク、を彼ら自身にあらわにすべく、その衣服を彼らから剥ぎ取り、楽園から追い出してしまったように。まさに彼とその徒党は、あなた方が彼らを見ることのできないところから、あなた方を見ているのだぞ。本当に我らアスタリスクはシャイターン・アスタリスクたちを、信仰しない者たちの盟友としたのである。また彼ら、信仰しない者たちは、自分たちが修行の一条を行った時には、こう、言った、私たちは、私たちのご先祖様が、このようにするのを乱したのだ。アッター・アスタリスクが、それを私たちにご命じになったのである、死とアスタリスクよ、言ってやるがいい、本当にアッター・アスタリスクは、修行をご命じにはならない。一体あなた方はアッター・アスタリスクに対して、自分たちが知りもしないことを言うのか。死とアスタリスクよ、言うがよい、我が主アスタリスクは、公正をご命じになった。そしてあなた方は、いかなるマスジドアスタリスクでも自分たちの顔を正しの一条、彼に祈れ。彼だけに真摯に崇拝アスタリスク行為を捧げつつに、
彼があなた方の創造をはじめたまうたように、あなた方は死後の復活へと戻るのだから。アッダー・アスタリスクは人々を二つの集団にお分けになった。彼がお導きになった集団と、名号が確定した集団。本当に彼らは、アッダー・アスタリスクをよそにシャイターン・アスタリスクらを盟友とし、自分たちが導かれたものだと思い込んでいる。アーダム・アスタリスクの子らよ、いかなるマスジド・アスタリスクでも、自分たちの飾りを、身に、付けよの一条。また、飲みかつ食べるのだ。そして、度を越してはいけないに、本当に彼は、度を越すものをお好きにはならないのだから。死とアスタリスクよ、シルクアスタリスクのいたずらに、言ってやるがいい。彼、アッダー・アスタリスクがその僕たちのために出したまうたアッダー・アスタリスクの装飾品と、糧のうちの全着物を禁じたのは、一体誰なのか、言うのだ。それらは現世の生活において、信仰する者たち、と、それ以外の者たちのためのものであり、復活の日アスタリスクには、信仰者たちの占有物となる。同様に我らは、知識ある民にお蝶をつまびらかにするのである。死とアスタリスクよ、言ってやるがいい。我が主アスタリスクは、次のことを、まさに禁じられた。中高のうちのあらわなものと、秘められたもの。罪悪、不当な侵害の一条。あなた方があったアスタリスクに対し、彼がそこにおいてに、いかなる根拠も下されてはいないものを並べ、手あがめること。あなた方があったアスタリスクに対し、自分たちが知りもしないことを語ること。いかなる不信仰な共同体にも、定められた起源の一条がある。そして彼らの起源が訪れれば、彼らはそれを一刻たりとも遅らせたり、早めたりすることはない。アーダム・アスタリスクの子らよ、もしもあなた方のうちから、あなた方に我がお蝶、アーヤ・アスタリスクを読み聞かせる死とアスタリスクたちが、あなた方のもとに到来したとき、誰であれ、アッダー・アスタリスクを、恐れアスタリスク、行いを、正した者、その者たちには恐れもなければ、悲しむこともないの一条。そして我らアスタリスクの未帳を嘘呼ばわりし、それに対しておごり高ぶる者たち、それらの者たちは豪華の住人である。彼らはそこに、永遠に泊まるのだ。ならば一体、アッダー・アスタリスクに対して嘘を捏造したり、そのお蝶を嘘呼ばわりしたりする者よりも、ひどい不正アスタリスクを働く者があろうか。それらの者たちには、現世で、書の一条に記されてあるものからの、自分たちの分け前にが訪れよう。やがて、我らアスタリスクの使いたちさんが彼ら、不正アスタリスク者たちの魂を召すべく、彼らの元を訪れると、彼ら、使いたちは、こう、言う、あなた方が、アッダー・アスタリスクを差し置いて祈っていたものはどこか、彼らは言う、それらは、私たちの元から、喪失してしまいました。彼らは、自分たちが不信仰者アスタリスクだったことを、自らに対して証言することになるのである。彼、アッダー・アスタリスクは仰せられる、あなた方以前に滅びた人アスタリスクと人間からなる、不信仰だった共同体と共に、豪華の中に入れ。ある共同体が、地獄に入ってくるたび、それはその、先代である、仲間を呪うの一条。やがて彼らがそこに勢揃いすると、彼らのうちの後代の者たちは、その先代に関して、アッダー・アスタリスクに訴えつつ、こう、言う、我らが主アスタリスクよ、これらの者たちが私たちを、真理から、迷わせたのです。故に彼らには、豪華による倍の懲罰をお与えください。彼は仰せられる、あなた方と彼ら、全員に、倍のものがある。しかしあなた方は、分かっていないのだに。そして、
彼らのうちの先代はその高台の者たちに、こう、言う、ならば、あなた方が、懲罰において、私たちよりもましというわけではない、アッダーアスタリスクは、彼ら全員に仰せられる。では、あなた方が稼いでいたもの、罪、ゆえに、懲罰を味わうがよい。の一条。本当に我らアスタリスクの未調の一条を嘘呼ばわりし、それに対しておごり高ぶる者たち、彼らには天の戸が開き放たれることはないに。そして彼らは、ラクダが針の穴を通るまで、天国に入ることはないのだ。同様に我らアスタリスクは、罪悪者たちに報いるのである。彼らには地獄の寝床があり、その頭上からは、炎の覆いがある。そのように我らアスタリスクは、不正アスタリスク者たちに報いるのだ。信仰し、正しい行いアスタリスクを行う者たち、我らアスタリスクは人に、その能力以上のものを負わせない。それらの者たちは天国の民となる。彼らはそこに永遠に泊まるのだ。また、我らアスタリスクは彼らの胸中にある、憎しみの念を一掃するの一条。彼らの下からは河川が流れており、彼らは、こう、言うのだ、私たちをここへと導いてくださったアッダーアスタリスクに、称賛アスタリスクあれ。私たちは導かれるべくもなかったのだ、もしアッダーアスタリスクが私たちをお導きくださらなかったならば。我らが主アスタリスクの死とアスタリスクたちは真理と共に、確かに到来したのである。そして、彼らには呼びかけられる、その天国は、あなた方が言っていたことゆえ、あなた方に引き継がされた二のだ。天国の民は、地獄の民に、こう、呼びかける。私たちは確かに、我らが主アスタリスクが私たちに約束されたものが真実だと見出した。それであなた方は、あなた方の主アスタリスクがあなた方に約束されたものが真実だと見出したのか、彼ら、地獄の民、は言う、見出しましたとも。そして呼びかける。不正アスタリスク者たちにあったアスタリスクの呪いの一条あれ。彼らは、自分たちと人々をあったアスタリスクの道から阻み、それ、その道をねじ曲げようとする者たち。そして彼らは、来世を否定する者たちなのである。天国の民と地獄の民の、両者の間には、障壁の一条がある。そして光壁の上には、両者、いずれのことも、その目印によって知る者たちがいるに。彼らは天国の民に、こう、呼びかける、あなた方に平安をさん。彼ら、光壁の民、は、自分たちも天国に入ることを、所望しつつも、まだ、そこに入れずにいる。また、彼ら、光壁の民、の目が地獄の民の肩に向けられると、彼らは、こう、言う、我らが主アスタリスクよ、私たちを不正アスタリスク者である民と一緒にはしないでください。また光壁の民は、その目印によって知る者たちの一条に呼びかけ、こう、言う、あなた方が、現世で、集めていたものも、あなた方が思い上がっていたことにも、この日、自分自身の役に立たなかったではないか。一体これらの者たちの一条は、あなた方が、アッダーアスタリスクが彼らを、そのご慈悲に預からせることになどではない、と、誓っていた者たちではないのか、アッダーアスタリスクは仰せられる、光壁の民よ、天国に入るがよい。あなた方には恐れもなければ、悲しむこともないさん。地獄の民は、天国の民に呼びかける、私たちの上に、水をいくらか注いでくれ。あるいは、アッダーアスタリスクがあなた方に授けてくださった糧のうちから、何かを、彼ら、天国の民、は言う。実にアッダーアスタリスクは不信仰者アスタリスクたちに、それらを禁じられたのだ。
彼らは、自分たちの宗教を戯れごとや遊興とし、現世の生活に欺かれた者たち。今日我らアスタリスクは彼らが自分たちの復活のこの日の拝謁を忘れ、我らアスタリスクの未兆を否定していたように、彼らのことを忘れて野郎の一条。我らアスタリスクは彼ら、不信仰者に、我らアスタリスクが知識と共に明らかにした、信仰する民への導き、慈悲である経典、クルアーンアスタリスクを、確かにもたらしたのだ。一体彼らは、その結末の一条を待っているだけなのか？その結末がやってくる、復活の、ビアスタリスク、以前それを忘れていた者たちには、こう、言うのだ、我らが主アスタリスクの使徒アスタリスクたちは、真理と共に確かに到来しました。では、私たちに誰か、あったアスタリスクのおもとでの、取りなし手がおり、それで彼らは私たちに取りなしてくれるでしょうか。三あるいは私たちは、現世に、戻されて、私たちが言っていたものとは違う、良い、行いをする、ことは、できます、でしょうか。の四条、彼らは確かに、自分自身を損ねたのである。そして彼らがでっち上げていたものの五条は、彼らの前から消え失せてしまった。本当にあなた方の主アスタリスクは、諸天の大地を6日間で創造されの一条、それから御座に上がられたにあったアスタリスクである。枯葉夜を昼に覆わせられ、昼を夜においでにな、ルサン。それは、互いに、相手を世話しなく求めるの四条。また、枯葉、太陽も月も星々も、そのご命令によって、彼がお望みのものに、奉仕させられるもの、として、お作りになった。彼にこそ、すべての、創造とご命令は属するのではないか。全創造物の主アスタリスクアッターアスタリスクは、祝福に溢れたお方よ。信仰者よ、あなた方の主アスタリスクに恐れかしこまりつつ、密かに祈るのだ。本当に彼は、どうこす者たちをお好きではないのだから。の一条。また地上で、使徒アスタリスクが使わされて、そこが正された後、腐敗アスタリスク働いてはならない。そして、アッターアスタリスクの懲罰を、恐れ、その褒美を、望みつつ、彼に祈るのだ。本当にアッターアスタリスクのご慈悲は、善を尽くす者の一条たちの間近にあるのだから。枯葉そのご慈悲、雨、の前触れに、吉報を告げる風を送られるお方。やがてそれは、雨をたたえた、重厚な雲を運び、我らアスタリスクはそれを死んだ大地の一条へと導く。そして、我らアスタリスクはそれで、雨、水を降らせ、それによってあらゆる果実を生まれ出させる。同様に我らアスタリスクは、あなた方が教訓を得るようにと、死者を、蘇らせて墓から、引き出すのである。良い土地は、その主アスタリスクのお許しにより、その、良い、植物が生える。そして悪性のもの、そこから、は粗悪なものしか生えないの一条。同様に我らは感謝する民に対し、お調を多彩に示すのだ。我らアスタリスクは確かに、ムーフアスタリスクをその民に使わしたの一条。彼は言った。我が民よ、アッターアスタリスクのみを崇拝アスタリスクするのだ。あなた方に計れの外に崇拝アスタリスクすべきものなどない。本当に私はあなた方に対し偉大な復活の日の懲罰が襲いかかるのを恐れているのだ。彼の民のうちの有力者たちは言った、ムーフアスタリスクよ。本当に私たちはまさに、あなたが紛れもない迷いの中にあると思う。彼、ムーフアスタリスクは言った、我が民よ、私は迷ってなどいない。だが私は、全創造物の主アスタリスクからの使徒アスタリスクなのだ。
私は我が主アスタリスクのお言づてをあなた方に伝え、あなた方に忠言する。そして私はアッターアスタリスクによって、あなた方が知らないことを知っているのだ。一体あなた方は、自分たちの主アスタリスクからの教訓が、自分たちのうちの一人の男に到来したことを驚いているのか。それは、彼があなた方に警告し、あなた方が恐れアスタリスク、そしてあなた方が慈しまれるように、とのためなのだ。そして彼らは彼、ヌーフアスタリスク、大嘘つき呼ばわりし、我らアスタリスクは彼と共にあった者たちを船で救い、我らアスタリスクの未調を嘘呼ばわりし、した者たちを溺れさせた。本当に彼らは、盲目の一条の民だったのだから。またアードアスタリスクには、その同胞フードアスタリスクを、使わした、の一条。彼は言った、我が民よ、アッターアスタリスク、のみ、を崇拝アスタリスクするのだ。あなた方に計れの外に、崇拝アスタリスクすべきものなどない。一体、あなた方は、アッターアスタリスクを、恐れアスタリスクないのか。彼の民のうちの、不信仰だった有力者たちは言った、フードアスタリスクよ、本当に私たちは、まさにあなたが愚かさの中にあると思う。そして本当に私たちは、あなたがまさしく嘘つきの類だと思うのだ。彼、フードは言った、我が民よ、私は愚か者ではない。だが私は、全創造物の主アスタリスクからの使徒アスタリスクなのだ。私は我が主アスタリスクのお言づてをあなた方に伝える。私は、あなた方への誠実なる忠告者なのだ。一体あなた方は、あなた方の主アスタリスクからの教訓が、あなた方に、アッターアスタリスクの懲罰を警告すべく、自分たちのうちの一人の男に到来したことを驚いているのか。彼、アッターアスタリスクがあなた方をヌーフアスタリスクの民の後の継承者とされ、あなた方の肉体に強大さを上乗せされたことを思い起こすがよい。ならば、あなた方が成功するよう、アッターアスタリスクの運読を思い出すのだ。彼らは言った、フードアスタリスクよ、あなたは、私たちにアッターアスタリスクだけを崇拝アスタリスクさせ、私たちのご先祖様が崇めていたものを捨て去らせるためにやってきたのか。ならば、あなたが私たちに約束するものの一条を、私たちにもたらしてみよ。もしあなたが、正直者の類であると言うならば、だが。彼、フードアスタリスクは言った、あなた方の主アスタリスクからの汚れの一条とお怒りは、あなた方に対してすでに下っている。一体あなた方は、自分たちと自分たちの先祖が名付けた名前において、私と議論するというのか。アッターアスタリスクはそれらの崇拝アスタリスクに、いかなる正当な根拠も下されなかったのだ。ならば、あなた方は自分たちに懲罰が下るのを待つがよい。実に私も、あなた方と共に、それを待つ者の一人となるから。こうして我らアスタリスクは、我らアスタリスクの尾元からの慈悲により、彼と共にあった者たちを救い、我らアスタリスクの未調を嘘とし、信仰者ではなかった者たちを一人残さず根こそぎにした。またサムードアスタリスクには、その同胞サーリフアスタリスクを、使わした、の一条。彼は言った、我が民よ、アッターアスタリスク、のみ、を崇拝アスタリスクするのだ。あなた方に計れの外に、崇拝アスタリスクすべきものなどない。あなた方の主アスタリスクからの名称には、確かにあなた方のもとにやってきたのだ。これはあなた方への未調としての、アッターアスタリスクのメスラクダ3である。
ゆえにそれを放っておき、アッダーアスタリスクの地で食べるがままにさせよ。そして、それに害を及ぼすことで、自分たちに痛烈な懲罰を襲いかからせてはならない。の四条。また、彼、アッダーアスタリスクがあなた方をアードアスタリスクの後の継承者とされ、あなた方をその地に住まわせたことを思い起こすのだ。あなた方はその平地を城郭とし、山をくり抜いて住居としている。ならば、アッダーアスタリスクの運毒を思い出すのだ。腐敗アスタリスクを働く者となって、地上で大敗を広めてはならない。彼の民のうちの高慢だった有力者たちは、抑圧された者たちである。彼らのうちの信仰した者に言った、一体あなた方は、サーリフアスタリスクがその尾もアスタリスクから使わされたものだと、実際に知っているのか。彼ら、信仰者たちは言った、私たちこそは、彼が携えて使わされたものへの、信仰者なのです。高慢だった者たちは言った、私たちこそは、あなた方が信じた者に対する否定者である。こうして彼らはメスラクダの剣を霧の一条、自分たちの主アスタリスクのご命令に反抗してに、こう、言った、サーリフアスタリスクよ、あなたが私たちに約束するもの、懲罰を、もたらしてみよ。もしあなたが、死とアスタリスクの一人であるならば、だが。こうして彼らを激震が捕らえの一条、彼らは朝、その地で突っ伏して、死んで、いた。そして彼、サーリフ・アスタリスク、は彼らの元を去り、こう、言ったの一条、我が民よ、私は確かにあなた方に我が主アスタリスクのおことづてを伝え、あなた方に忠告したぞ。しかしあなた方は、忠告者たちを好まないのだ。また、ルーとアスタリスクがその民に、こう、言った時のこと、を思い出すのだ、の一条。一体あなた方は、全創造物のいかなるものもあなた方以前には行わなかった習行にに、手を染めるというのか。本当にあなた方は女性を差し置いて、欲望ゆえに男性に赴こうとしているの一条。いや、あなた方は度を越した民である。彼の民の答えは、このように言うことだけであった。彼らをあなた方の町の一条から追放するのだ。本当に彼らは、潔癖ぶった人々なのだから。こうして我らアスタリスクは彼と、彼の妻を除くその家族を救った。彼女は残って滅ぼされた者たちの一人となった。そして我らアスタリスクは、彼らの上に、石の雨を降り注いだ。罪悪者たちの結末が、いかなるものだったかを見るがよい。またマドゥヤンアスタリスクには、その同胞シュアイブアスタリスクを使わしたの一条。彼は言った、我が民よ、アッダーアスタリスクのみを崇拝アスタリスクするのだ。あなた方に計れの外に崇拝アスタリスクすべきものなどない。あなた方の主アスタリスクからの名称の一条は、確かにあなた方のもとにやってきたのだ。ならばますと計り荷を全うし、人々に対し、彼らのもの、権利を損ねてはならない。また地上で、死とアスタリスクが使わされて、そこが正された後、腐敗アスタリスクを働いてはならない。それがあなた方にとってより良いのである。もし、あなた方が信仰者であるというならば、だが。また、人々を威嚇し、アッダーアスタリスクを信仰した者を彼の道から阻み、それをねじ曲げようとして、みちみちに立ちはだかったりしてはならない。そしてあなた方が、以前、無勢だったのを、彼が増やしてくださった時のことを思い出すのだ。そして腐敗を働く者たちの結末がいかなるものだったかを、見るがよい。
もしあなた方のうちの一派が、私が携えて使わされたものを信じ、別の一派が信じなかったとしても、アッターアスタリスクが私たちの間にご裁決の一条を下されるまで忍耐アスタリスクするのだ。彼派裁き手のうちでも、最善のお方なのだから。彼の民のうち、信仰に対して、高慢だった有力者たちは言った。シュアイブアスタリスクよ、私たちは必ずやあなたと共に信仰した者たちを、私たちの町から追放しよう。さもなくば、あなた方は絶対に私たちの宗教に戻るのだ。彼、シュアイブアスタリスクは言った。たとえ私たちが、そのような宗教を、毛嫌いしていたとしてもか。アッダー・アスタリスクが私たちをそこからお救いくださった後、あなた方の宗教に戻ったりしたら、私たちはアッダー・アスタリスクに対してまさに嘘を捏造したことになってしまう。そして我らが主アスタリスクアッダー・アスタリスクが、そう、お望みにならない限り、私たちがそこに戻ることはありえない。我らがオモ・アスタリスクは、その、知識で、すべてのものを網羅されているのだから。私たちは、アッダー・アスタリスクのみにすべてを委ねアスタリスクた、我らが主よ、私たちと我らが民の間を真理によってご裁決ください。あなたは裁決者の中でも、最善のお方であられます。彼の民のうち、不信仰であった有力者たちは言った、もしもシュアイブ・アスタリスクに従ったら、そうすれば身にあなた方は、まさしく損失者となろう。そして彼らを激震が捕らえの一条、彼らは朝、その地で突っ伏して、死んで、いた。シュアイブ・アスタリスクを嘘つき呼ばわりした者たちは、あたかもそこに暮らしてはいなかったかのようであったの一条。シュアイブ・アスタリスクを嘘つき呼ばわりした者たちこそが、損失者だったのである。そして彼、シュアイブ・アスタリスクは彼らの元を去り、こう、言った。我が民よ、私は確かにあなた方に我が主アスタリスクのおことづてを伝え、あなた方に忠告したぞ。ならば、どうして不信仰な民のことで、私が心痛ませることがあろうか。我らアスタリスクが預言者を町に使わす時の一条には決まって、その住民を困窮や災難で捕らえたものだった。それは、彼らが、恐れかしこまるようにするためだったのだ。それから我らアスタリスクは、逆境を順境にとって変えた。やがて彼らが、身体的にも経済的にも、潤い、私たちのご先祖様たちにも確かに、災難と殉教が訪れたものなのだの一条、などと言い出したところで、我らアスタリスクは彼らが気づかぬうちに突然、彼らを懲罰で捕らえたのだ。そして、もし町々の住民が信仰し恐れアスタリスクたなら、我らアスタリスクは彼らに天と地からの祝福の一条を解き放っただろう。しかし彼らは、我らアスタリスクの使徒アスタリスクらを、嘘つき呼ばわりした。故に我らアスタリスクは、彼らが稼いでいたものにゆえ、彼らを、町で、捕らえたのだ。一体、不信仰な、町々の住民は、彼らが、夜、眠っている間に、我らアスタリスクの猛威の一条が彼らにやってこないと安心していたのか。また一体、不信仰な、町々の住民は、彼らが朝ふざけている時に、我らアスタリスクの猛威が彼らにやってこないと安心していたのか。一体、彼らはアッダーアスタリスクの策謀の一条から安全だとでも言うのか、彼らは間違えている、というのもアッダーアスタリスクの策謀から安全だと思い込むのは、損失者である民に粗とならないのだから。過去の、その住民の、滅亡後、その地を引き継ぐ者たちには、まだ明らかになっていないのか。
もし我らアスタリスクが望めば、彼らの先人たちと同様、その罪ゆえに彼らを、罰によって、掌握したのだということが。我らアスタリスクはその心を閉じ、それで彼らは聞こえなくなってしまったのだの一条。それらのまちまち、我らアスタリスクはそれらの消息のうちから、使徒アスタリスクよ、あなたに語って聞かせる。彼らの使徒アスタリスクたちは名称の一条を携えて、彼らのもとに確かに到来したが、彼らは以前に、不真理を嘘呼ばわりしていたことゆえ、使徒アスタリスクたちのもたらしたものを信じるべくもなかったに。同様に、アッダーアスタリスクは不信仰者アスタリスクたちの心を閉じてしまう三のである。また我らアスタリスクは、彼らの大半に契約の一条の遵守を見出さなかった。そして身に我らは、彼らの大半がまさしく法逸な者たちであることを見出したのである。それから我らアスタリスクは彼らの後、ムーサーアスタリスクを我らアスタリスクの未長と共に、フィルアウンアスタリスクとその配下の有力者たちに使わした。そして彼らは、それらに対して不正アスタリスクを働いたの一条。ならば腐敗アスタリスクを働く者たちの結末がいかなるものだったかを、見てみるがよい。ムーサーアスタリスクは言った、フィルアウンアスタリスクよ、私はまさに全創造物の主アスタリスクからの使徒アスタリスクです。私はアッダーアスタリスクに対し、真実以外は喋らないことがふさわしいのです。私はあなた方に対して確かに、あなた方の主アスタリスクからの名称を携えてきました。ならばイスラーイールの子らアスタリスクを、私と共に自由にしてくださいの一条。彼、フィルアウンアスタリスクは言った、もしあなたがお帳を携えてきたというのなら、それを披露してみよ。もし、あなたが本当のことを言っているというのならば、だが。それで彼、ムーサーアスタリスクは、自分の杖を投げた。すると、どうであろう、それは紛れもない一匹のオロチとなった。また、彼が自分の手を懐に入れてから出すと、どうだろう、それは慣習の前に白くなって現れた。フィルアウンアスタリスクの民のうちの有力者たちは、言った。本当にこれは、まさに習熟した魔術師です。彼はあなた方を、あなた方の土地から追い出そうとの魂胆なのです。フィルアウン・アスタリスクは、有力者たちに言った、あなた方は、私に何を命じるのか。彼ら、有力者たちは、言った。彼とその兄、ハールーン・アスタリスクの一条のことは後回しにされて、ムーサー・アスタリスクに対抗するための魔術師たちを、召集する者たち、兵隊を、まちまちにお使わしください。そうすれば、彼らはあなたのもとに、あらゆる習熟した魔術師を参上させることでしょう。の一条。そして、魔術師たちはフィルアウン・アスタリスクのもとに到着した。彼らは言った、本当に私たちには、まさしくご褒美があります、でしょうか。もし、私たちが、ムーサー・アスタリスクに、勝利したならば。彼、フィルアウン・アスタリスク、は言った、ああ、そして本当にあなた方は、きっと、我が、側近の仲間となろう。彼ら、魔術師たち、は、言った、ムーサーアスタリスクよ、あなたが、先に杖を、投げるか、それとも私たちが、杖を、投げるものとなるか。彼、ムーサーアスタリスク、は、言った、あなた方が投げるがよい。それで彼らが、縄や杖を、投げたとき、彼らは人々の目に魔術をかけの一条、彼らを戦慄させた。そして彼らは大変な魔術を披露したのだ。
我らアスタリスクは、ムーサーアスタリスクに掲示した、あなたの杖を投げよ。そして、彼がそうすると、どうであろう。それは彼らがまやかすものを飲み込んでしまう。こうして真実は明らかになり、彼らの言っていたことは無駄になった。そして彼ら、フィルアウン・アスタリスクとその仲間たちはそこで敗北を喫し、惨めに引き下がり。魔術師たちは、サジダ・アスタリスクしつつ崩れ落ちたの一条。彼ら、魔術師たちは、言った。私たちは全創造物の主アスタリスクを信じました。ムーサーアスタリスクとハールーンアスタリスクの主を。フィルアウンアスタリスクは、魔術師たちに、言った。私があなた方に許可を出す前に、あなた方は信じた、のか。本当にこれはまさしく、あなた方が町で、その住民をそこから追い放すべく企んだ策謀である。ならば、あなた方はきっと、自分たちが受ける罰を、知ることになろう。私は必ずやあなた方の手足を交互に切り落とし、それから全員貼り付けにしてやる。彼ら、魔術師たち、は言った。実に私たちは、我らが主アスタリスクのおもとへと戻りゆく身なのです。そしてあなたが私たちを咎めるのは、我らが主の御兆が到来したとき、私たちがそれを信じたがゆえにそとなりません。我らが主よ、私たちに多くの忍耐アスタリスクをお注ぎください。そして私たちを服従する者、ムスリムアスタリスク、としてお召しくださいの一条。フィルアウンアスタリスクの民のうちの有力者たちは、フィルアウン・アスタリスクに、言った。一体あなたは、ムーサー・アスタリスクとその民が、エジプトの、地で腐敗アスタリスクを働きの一条、あなたとあなたの神々に、の崇拝アスタリスク、を放棄するままにされるのですか？彼、フィルアウン・アスタリスク、は言った。私たちは彼らの男児は殺しまくり、女児は生かしておこう。本当に私たちは、彼らの上に君臨するものなのである。3。ムーサーアスタリスクはその民に言った。アッダーアスタリスクにご助力をごい、忍耐アスタリスクせよ。本当に大地は、アッダーアスタリスクのものなのだから。彼はそれをその僕たちのうち、彼がお望みのものに引き継がされるのである。そして、良き、結末は、経験アスタリスクな者たちにあるのだ。彼ら、イスラーイールの子らアスタリスクは、ムーサーアスタリスクに、言った。私たちは、あなたが私たちのところに来る前も、あなたが私たちのところに来てからも、迫害されたのだの一条。彼、ムーサーアスタリスクは、言った。あなた方の主アスタリスクはおそらく、あなた方の敵を滅ぼし、あなた方をエジプトの地における継承者にとされ、あなた方がいかに行うかをご覧になるであろうさん。我らアスタリスクはフィルアウンアスタリスクの一族を、彼らが教訓を得るべく、干ばつと果実の不作、という試練によって確かに捉えた。の一条。そして彼らは、自分たちに殉教が訪れた時には、私たちにこそ、これは、当然の権利として、属するのである、と言い、もし災難が彼らを襲えば、ムーサー・アスタリスクと彼と共にあるものを、不吉がったの一条。本当に彼らの不吉のもとは、アッダー・アスタリスクのおもとにある二のではないか。しかし彼らの大半は、わからないのだ。彼らは言った、私たちをそれで魔術にかけ、フィルアウン・アスタリスクの宗教から背け、用として、どんなお調を披露したとしても、私たちはあなたのことを信じたりはしないぞ。それで我らアスタリスクは彼らに洪水、リナゴ、シラミ、カワズ、チオ、断続的なお調として送ったの一条。
すると彼らは、信仰に対して、おごり高ぶり、罪深い民であり続けたのだ。そして彼らに、罰の、制裁が下されたとき、彼らは言った、ムーサーアスタリスクよ、私たちのため、あなたの主アスタリスクに、彼があなたに約束されたものの一条で祈ってくれ。もしも、あなたが私たちからこの、罰の、制裁を取り除けてくれたなら、私たちは必ずやあなたのことを信じ、必ずやあなたと共にイスラーイールの子らアスタリスクを行かせてやろう。それで、彼らが行き着くことになっている、次の罰の到来、時期まで、我らアスタリスクが彼らから、罰の、制裁を取り除けてやると、どうであろう。彼らは、約束を、破るのだ。それで、我らアスタリスクは、定められた彼らの破滅の時期が来たとき、彼らに報復し、彼らを海原に溺れさせたの一条。というのも、彼らは我らアスタリスクの御長にを嘘呼ばわりし、それに対して無頓着な者たちだったからである。我らアスタリスクは抑圧されていた民、イスラーイールの子らアスタリスクに、我らアスタリスクが祝福したその土地の一条の東方と西方を引き継がせた。イスラーイールの子らアスタリスクに対するあなたの主アスタリスクの良きに言葉にが、彼らが忍耐アスタリスクしたことゆえに完遂されたのだ。そして、我らアスタリスクはフィルアウンアスタリスクとその民が作り上げていたものと、築き上げていたものさんを破壊したのである。我らアスタリスクはイスラーイールの子らアスタリスクに海を渡らせた。そして彼らは、自分たちの偶像に奉仕し続ける民のところに出くわした。彼ら、イスラーイールの子らアスタリスクは言った、ムーサーアスタリスクよ、彼らに神々の一条があるように、私たちにも神の偶像を一つ、こしらえてくれ。彼、ムーサーアスタリスクは言った、本当にあなた方は、無知な民である。見にこれらの者たちは、シルクアスタリスクという、その状況が滅ぼされる、ことになる、のであり、その言っていたことは無に帰す、ことになる、のだから。彼、ムーサーアスタリスク、は言った。一体私が、あなた方に対し、アッダーアスタリスク以外のものを神として欲するとでも言うのか。彼はあなた方を、全創造物の上にお引き立てになったの一条というのに。イスラーイールの子らアスタリスクよ、我らアスタリスクがあなた方を、フィルアウンアスタリスクの一族から救い出した時のことを思い起こすがよい。彼らはあなた方に過酷な懲罰を味わわせ、あなた方の男児は殺しまくり、女児は生かしておいた。そこには、あなた方の主アスタリスクからの偉大な試練があったのだ。我らアスタリスクは、ムーサーアスタリスクと三重矢を約束した。そして我らアスタリスクは、それを、さらなる、重矢で完遂し、彼の主アスタリスクの定められた期間は四重矢の一条として完了した。ムーサーアスタリスクはその兄ハールーンアスタリスクに、こう、言った、私の不在中、我が民の中で私の代理を務めてくれ。そして、彼らの状態を正すのであり、腐敗アスタリスクを働く者たちの道に従ってはならない。そして、ムーサーアスタリスクが我らの定めた時にやってきて、彼の主が彼に語り賜ったの一条とき、彼、ムーサーアスタリスクは申し上げた、我が主よ、私にお姿をお見せください。あなたを拝見しますからに。彼は仰せられた、あなたが、我を見ることはできない。だが、その山を見るのだ。そして、もしそれがその場にしっかりと留まっているのなら、あなたは我を見るであろうさん。それで、彼の主が山にお姿をお見せになると、彼はそれを粉々にされ、ムーサーアスタリスクは気絶して倒れた。そして意識を取り戻すと、彼は申し上げた、
あなたに称えアスタリスクあれ。私は、あなたに介護しました。そして私は、我が民のうちの、信仰者の先駆けです。枯葉を仰せられた、ムーサーアスタリスクよ、本当に我は、我がことづてと我が言葉の一条で、あなたを人々の上にえりすぐった。ならば、我があなたに授けたものにお手にし、て、それを遵守し、感謝する者の一人となるのだ。我らアスタリスクは彼、ムーサーアスタリスクのため、宗教において必要な、すべての物事を、つまり訓戒と、すべてのものの詳細の一条を、ヒータの中に記した。ならばそれを真摯に受け取りに、あなたの民に命じて、その最善のものを行わせよさん。時期に我は、あなた方に法逸な者たちの住まいを見せてやるからの四条。我らアスタリスクは、不当にも地上で、我らアスタリスクへの服従に対し、そして人々に対し、おごり高ぶる者たちを、我が王朝の一条、乗り換えから遠のけてしまおう。そして彼らは、いかなる王朝を目にしても、それを信じることがない。また正しさの道を目にしても、それを道として選ぶこともない。そして誤りの道を目にすれば、それを道として選んでしまう。それというのも、彼らが我らアスタリスクの未兆を嘘とし、それに無頓着な者たちだったからなのである。我らアスタリスクの未兆と来世における拝謁を嘘呼ばわりする者は、その行いが台無しになってしまったのである。一体彼らが来世で報いを受けるのは、自分たちが現世で言っていたことによるもの以外の何者でもないのではないか。ムーサーアスタリスクの民は彼のアッターアスタリスクとの約束のための出発後、彼らの宝飾品から実体があり、鳴き声を有する子牛を作り出したの一条。一体彼らは、それが彼らに語りかけもしなければ、彼らを良き道に導きもしないことを知らなかったのか。彼らはそれを、崇拝アスタリスクの対象として選んだのであり、彼らは不正アスタリスク者だったのである。そして、子牛の崇拝を、後悔しの一条、自分たちが確かに迷い去っていたのを知ると、彼らは言ったに、もしも我らが思うアスタリスクが私たちにご慈悲をかけてくださらず、私たちをお許しにならなければ、私たちは本当に損失者の類となってしまいます。ムーサーアスタリスクは怒り、悲しみつつ、その民の元に戻ってきた時の一条、こう、言った、私の、出発、後に、あなた方が務めた我が代役のなんと醜悪なことか。一体あなた方は、自分たちの主アスタリスクの定めを急いだのかに、彼はヒータを投げさん、彼の兄、ハールーンアスタリスクの頭を掴んで自分の方に引き寄せた。彼、ハールーンアスタリスクは言った、我が母の息子の四条よ、本当に民は私を軽んじ、私を今にも殺さんばかりだったのだ。だから、私に対してあなたがすること、ゆえに、敵を喜ばせたりしてはいけない。そして私を、不正アスタリスク者である民と一緒にはしないでくれ。彼、ムーサーアスタリスクは申し上げた、我が主アスタリスクよ、私と我が兄をお許しください。そして私たちを、あなたのご慈悲の中にお入れください。あなたは慈悲深い者の中でも、最も慈悲深いお方です。の一条。本当に子牛を、崇拝アスタリスクの対象として選んだ者たち、彼らには、彼らの主アスタリスクからのお怒りと、現世の生活における恥ずかしめが降りかかろう。同様に我らアスタリスクは、宗教における捏造者たちに報いるのである。そして悪行を犯し、それからその悪行の後に介護して信仰する者たち、本当にあなたの主アスタリスクはその介護の後、
彼らに対して、まさしく許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方であられる。ムーサーアスタリスクの怒りが静まると、彼はヒータを、再び、手に取った。その写しには自分たちの主アスタリスクこそ恐れる者たちへの導きと、ご慈悲がある。そしてムーサーアスタリスクは我らアスタリスクとの約束の時の一条のため、彼の民から70人の、秀でた男たちを選んだ。そして彼らを激震が捕らえたにとき、彼、ムーサーアスタリスクは申し上げた、我が主アスタリスクよ、もしあなたがお望みならば、あなたは彼らと私を、これ、以前。また、私たちにこの現世において、善気者をお定めください。そして来世においてもの一条。本当に私たちは、あなたに介護したのですから。彼、アッターアスタリスク、は仰せられた、我が懲罰、我はそれで、我が望むものを襲うのだ。そして我が慈悲は、あらゆるものに広く及んでいる。我は、我を、恐れアスタリスク、常在アスタリスクに追払う者たち、我らアスタリスクの未調を信じるその者たちに、それ、慈悲、を定めよう。その者たちとは、彼ら、経典の民アスタリスク、が、自分たちの元にあるトーラーアスタリスクと福音アスタリスクの中に記されているのを見出すところの、使徒アスタリスク、文盲の預言者アスタリスクの一条に従う者たち。彼は、彼らに善事を命じて悪事を禁じに、善気者を合法として悪い者を非合法とするさん。また彼は、彼らの上にのしかかっていた重荷と枷を、彼らから取り除いてくれるの四条。彼を信仰し、敬い、援助して、彼と共に下された光の五条に従う者たち、それらの者たちこそは、成功者なのである。使徒アスタリスクよ、言ってやるがいい。人々よ、本当に私はあなた方全員への、アッターアスタリスクの使徒アスタリスクであるの一条。アッターアスタリスクは、彼にこそ書店と大地の王権が属するお方。彼の外に、崇拝アスタリスクすべきものなどはない。生を与え、死を与えられるお方。ならば、アッターアスタリスクと、アッターアスタリスクとその御言葉を信じるその使徒アスタリスク。文盲の預言者アスタリスクを信じ、彼に従うのだ。あなた方が導かれるようにするために。そして、ムーサーアスタリスクの民の中にも、真理に、のっとり、それに、よって導き、それで正義を行う一派がある。また、我らアスタリスクは彼ら、イスラーイールの子らアスタリスク、を、十二氏族の集団に分けた。そして、ムーサーアスタリスクに対し、その民が彼に水を乞うたとき、我らアスタリスクは、あなたの杖で、その石を叩くがよい、と掲示した。するとそこから十二の泉が湧き出た、十二氏族のすべての人々は、確かに自分たちの水場を知った。また、我らアスタリスクは雲雲で彼らの上に日陰を作り、彼らのためにマンヌとうずらの一条を下し、で、言った、我らアスタリスクがあなた方に授けた、良きものを食べよに。彼らが我らアスタリスクに不正アスタリスクを働いたのではない。しかし彼らが自分自身に不正アスタリスクを働いたのである。彼らにこう言われた時のことを思い起こすがよい。この町の一条に住み、そこでどこからでも食べるがよい。そして私たちが望むのは罪の免除です、と言って、身を低めつつ慎んで門に入るのだ。そうすれば、我らアスタリスクは、あなた方の過ちを許してやる。我らアスタリスクは善を尽くす者にたちには、さらに、褒美を上乗せしてやろう。すると彼らのうちの不正アスタリスクを働く者たちは、御言葉を自分たちに言われたのではないものと変えてしまった。そこで我らアスタリスクは、
彼らが不正アスタリスクを働いていたゆえに、彼らの上に天から罰という制裁を送ったのだ。の一条。また、使徒アスタリスクよ、海に面していた町の人々について、彼ら、ユダヤ教徒アスタリスクに尋ねてみよ。彼らが、土曜の安息日に破った時の一条。彼らの土曜の安息日には、彼らの魚群が彼らのもとに退去して水面までやってきたが、彼らが安息しない日には、それらが彼らのもとにやってこなかった時ののこと。そのように我らは彼らを、彼らが法逸であったことゆえに試みたのである。また、彼らの一派が、こう、言った時のことを思い起こさせよ。なぜあなた方は、アッターアスタリスクが、現世で破滅させるか、あるいは、来世において、厳しい罰で罰されようとする民を戒めるのか。彼らは言った、あなた方の主アスタリスクに対する弁解ゆえ、そうするのだ。彼らが、アッターアスタリスクを、恐れるアスタリスクようにするためである。の一条。それで彼らが戒められた物事を忘れてしまったとき、我らアスタリスクは悪を禁じる者たちを救い出し、不正アスタリスクを働いた者たちを、彼らが法逸であったことゆえに惨憺たる懲罰で捕らえた。そして彼らが禁じられたことに反抗したとき、我らアスタリスクは彼らに言った、惨めな猿になってしまえの一条。また、使徒アスタリスクよ、あなたの主アスタリスクが彼ら、ユダヤ教徒アスタリスクに対し、彼らに過酷な懲罰を味わわせるものを、復活の日アスタリスクまで必ず矢を送り続けるということの一条をお知らせになった時のことを、思い起こさせよ。本当にあなたの主アスタリスクはまさしく、即座に懲罰を下されるお方にであり、本当に彼は、介護する者に対して、実に許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方なのだ。また我らアスタリスクは地上において、彼ら、イスラーイールの子らアスタリスク、お数々の集団に分けた。彼らのうちには正しい者アスタリスクたちの一条もいれば、そうでない者たちもいる。そして我らアスタリスクは彼らが、我らアスタリスクに介護して、立ち返るべく、彼らを善きことと悪いことによって試練にかけたのである。そして彼らの後に、経典を引き継いだ愚かな後継者が到来した。彼らは現世のつまらぬ利益を、禁じられた手段で、手にし、こう、言う、私たちは許されるであろう。また、もしそれと同様の、禁じられた種類の、つまらぬ利益が彼らのもとにやってくれば、彼らはそれを、反省せずに、手にするのだ。一体彼らは、アッターアスタリスクに対して真実しか語らない、との経典の確約の一条を取られたのではなかったか。そして彼らは、その内容を学んだ、上で、それに反した、のである、アッターアスタリスクを、恐れるアスタリスク者にとっては、来世の住まいがより良いのだ。一体あなた方は、わきまえないのか？経典を固守し、それに則って行い、礼拝を遵守アスタリスクした者たち、本当に我らアスタリスクは改善者たちの褒美を、無駄にはしない。また、我らアスタリスクが山を彼ら、イスラーイールの子らアスタリスクの髪型に、まるで覆いかぶさる雲のように掲げ、彼らがそれが自分たちの上に落下してくるものと確信した時のことを思い起こさせよ、の一条。その時、我らアスタリスクは言った、我らアスタリスクがあなた方に授けたものを、真摯に受け取るにがよい。そして、我らアスタリスクを、恐れるアスタリスクべく、その内容を心に刻み込むのだ。そして、使徒アスタリスクよ、あなたの主アスタリスクが、アーダムアスタリスクの子らの後輩部から彼らの子孫を取り出し、彼ら自身に対して、こう、証言させた時のことを思い起こさせよ。
我らは言った。一体我は、あなた方の主アスタリスクではないのか。彼らは言った。その通りです。私たちは証言しました。それは、あなた方が復活の日アスタリスクに、本当に私たちは、これに対して無頓着なものだったのです。などと言わないようにするためである。の一条。あるいは、あなた方が、私たちのご先祖様こそが以前に、確約を破って、シルクアスタリスクを犯したのであり、私たちは彼らに従っていただけ、の後の子孫なのです。なのに、あなたは、シルクアスタリスクによって自らの行いを、無駄にする者たちがしたことゆえに、私たちを滅ぼされるのですか、などと言わないようにするためである。そのように我らアスタリスクは、未調をつまびらかにするのだ。それは、不信仰者アスタリスクたちがそれを熟慮し、彼らが我らアスタリスクに介護して、立ち返るようにするためである。地とアスタリスクよ、我らアスタリスクが我らアスタリスクの未調を授けたものの、それを放棄し、シャイターンアスタリスクに従わせられ、それで、不信仰へと、逸脱した者の類となった者の消息の一条を、彼ら、あなたの民、に語って聞かせるがいい。そして、もし我らアスタリスクが望んだのであれば、我らアスタリスクはそれ、五兆、で彼、の位、をあげてやっただろう。だが彼は、現世という、地にしがみつき、自分の欲望に従ったのだ。それで彼の様子は、犬の様子のようである。あなたがそれを追い立てても舌を出してあえいでいるし、ほったらかしにしても舌を出してあえいでいるの一条。それは、我らアスタリスクの未調を嘘呼ばわりした民の様子のこと。ならば彼らが熟考するように、その物語を語って聞かせるのだ。我らアスタリスクの未調を嘘呼ばわりした民の様子の、なんと忌まわしいことか。彼らは自分自身に、不正アスタリスクを働いていたのである。誰であろうとあったアスタリスクがお導きになったもの、それが導かれたものなのだ。そして誰であろうと、彼が迷わせたまうたもの、それらの者たちこそは損失者なのである。我らアスタリスクは確かに、多くの人アスタリスクと人間を地獄のために作った。彼らには理解することのない心があり、見ることのない目があり、聞くことのない耳があるの一条。それらの者たちは家畜のよう。いや、彼らは、それら、よりひどく迷っているに。それらの者たちこそは、信仰に、無頓着な者たちなのだ。アッダーアスタリスクにこそ、美名は属するの一条。ならば、それによって彼に祈願するのだ。そして、彼の美名において、真理から逸脱する者にたちは、放っておくがいい。彼らはいずれ、自分たちが言っていた、悪、ことの応報を受けることになるのだから。我らアスタリスク派が作ったもののないには真理によって導き、それによって正義を行う共同体がある。また、我らアスタリスクの未調を嘘呼ばわりした者たち、我らアスタリスクは彼らを、彼らが知らないところから徐々に破滅へと導いていこう。の一条。そして我らアスタリスクは彼らに、猶予を与えておくのだ。本当に我が策略の一条は、手堅いのだから。一体、彼らは熟考しなかったのか？彼らの仲間、ムハンマド・アスタリスクには、つきものなどついてはいないの一条。彼は明白なる警告者に素とならないのだ。また、一体彼らは、書店と大地の絶対なる王権と、そこに、アッダー・アスタリスクがお作りになったものを見ないのか。そして彼らの、死の、起源が、確かに迫ってしまったかもしれないことを。ならば、
それ、クルアーン・アスタリスクの警告を差し置いて、彼らは一体いかなる話を信じるというのか。誰であろうとアッラー・アスタリスクが迷わせたまうたもの、彼にはいかなる導き手もない。枯れ葉、彼らがさまようまま、そのひどい放埓さの中に彼らをほったらかしにされる。使徒アスタリスクよ、彼ら、マッカアスタリスクの不信仰者アスタリスクは復活の日アスタリスクについて、その到来がいつなのか、あなたに尋ねる。言ってやるがいい、その知識は、我が主アスタリスクのおもとにこそある。その、到来する、時期にそれをあらわにされるのは、彼の身なのだ。それは書店と大地の住人たちに思いの一条。それは突然にしか、あなた方のもとにやってくることがないのだ。彼らはまるで、あなたがそれを知ることに躍起なものにであるかのように、あなたに尋ねる。言ってやれ、その知識は、アッター・アスタリスクのおもとにこそある。しかし人々の大半は、そのことがわからないのだ。使徒アスタリスクよ、言うがよい、私は自分自身に対し、アッター・アスタリスクがお望みになったものの外、益する力も害する力も有してはいない。そして、もし私が不可視の世界アスタリスクを知っていたら、良いことを憎やすことばかりしただろうし、私に悪が降りかかることもなかっただろうの一条。私は、信仰する民に警告を告げる者、吉報を伝える者にに過ぎないのである。彼、アッター・アスタリスクはあなた方お一人の者、アーダム・アスタリスクからお作りになり、彼がそこへと安らぐべく、彼自身からその妻、ハウアーウ・アスタリスクを創造されたお方。彼が彼女の一条に覆いかぶさった時に、彼女は軽い荷産を宿し、それを身ごもり続けた。そして、お腹が重くなった時、二人は彼らの主アスタリスク・アッダー・アスタリスクに、こう、祈ったのだ、もしも、あなたが私たちに正しいものの四条を授けくださったならば、私たちは必ずや感謝する者となりましょう。そして、彼が二人に正しいものを授けられたとき、彼らは彼が自分たちに授けてくださったものにおいて、彼に、彼の崇拝アスタリスクにおける同意者たちを設けたの一条。彼は、彼らが、アッダー・アスタリスクの崇拝アスタリスクにおいて、シルク・アスタリスクを犯しているものから、無縁で、はるか高等なお方であられる。一体彼らは、それら、自身、が作られるものであって、何一つ想像することもないようなものを、崇拝アスタリスクにおいて、アッダー・アスタリスクと、並べるというのか。それからは彼らへの援助もできないどころか、自分自身すら救えないというのに。そして、シルクの豊。もしあなた方がそれら、アッダー・アスタリスクの崇拝において同意者としているものを導きへと招いたところで、それらがあなた方に従うことはない。あなた方がそれらを招こうが、沈黙していようが、あなた方にとっては同じことなのである。本当に、あなた方がアッター・アスタリスクを差し置いて祈っているものは、あなた方同様、アッター・アスタリスクの僕たちなのだ。ならば、それらを呼び、あなた方に答えさせてみるがいい。もし、あなた方が本当のことを言っているのならば。一体それらには、歩く足があるというのか。いや、一体それらには、制する手があるというのか。いや、一体それらには、見ることのできる目があるというのか。いや、一体それらには、聞くことのできる耳があるのか。使徒アスタリスクよ、言ってやるのだ。あなた方がアッター・アスタリスクの同意者としている者たちに祈るがいい。それから私に対して災いが降りかかるよう、策謀してみよ。私には、猶予を与えてくれなくてもいい。
本当に私の庇護者アスタリスクは、経典、クルアーンアスタリスク、お下されたアッターアスタリスクなのだから。彼は、正しいものアスタリスクたちを庇護してくださる。そして、シルクアスタリスクの豊、あなた方が彼を差し置いて祈っている者たちは、あなた方を援助できず、自分自身すら救えない。また、もしあなた方がそれらを導きへと招こうとも、それらは聞きはしない。そして、死とアスタリスクよ、あなたは、それらが自分の方を見ていると思うだけ。それらは、見てなどいないのだが。預言者アスタリスクよ、あなたの一条は画量を身につけ、善事にを命じ、無知な者たち、との争い、から遠ざかれ。そして、もしシャイターンアスタリスクからの一月があなたをつくようなことがあればの一条、アッターアスタリスクにご加護を請うのだ。彼こそはよくお聞きになられるお方、全知者であられるのだから。本当に、アッターアスタリスクを恐れるアスタリスク者たちとは、シャイターンアスタリスクのうちの徘徊者が自分たちに触れたとき、アッターアスタリスクへの服従と介護の義務を思い出すのである。するとどうであろう、彼らは開眼したものとなるのだの一条。そして、彼ら、ジーンアスタリスクのシャイターンアスタリスクの同胞である、人間のシャイターンアスタリスク。彼ら、ジーンアスタリスクのシャイターンアスタリスクは、逸脱において彼ら、人間のシャイターンアスタリスクを助長するのであり、抜かりがないの一条。また、死とアスタリスクよ、あなたが彼ら、シルクアスタリスクのと、にお蝶を持ってきなければ、彼らは言う、どうして、それを選ばないのか。の一条、言ってやるのだ、私は、我が主アスタリスクから啓示されるものに従っているだけ。これ、クルアーンアスタリスクは、あなた方の主アスタリスクからの開眼に、導き、信仰する民へのご慈悲なのだ。クルアーンアスタリスクが読まれたら、あなた方が慈しまれるよう、それに耳を傾け、敬重せよ。また、死とアスタリスクよ、朝に夕に自分のうちでの一条、慎んで恐れながら、声を上げ、過ぎることなく、あなたの主アスタリスクを念じるのだ。そして、アッターアスタリスクの少年に、無頓着な者の類であってはならない。本当にあなたの主アスタリスクの身元にはべる者たちの一条は、彼を崇拝アスタリスクすることにおいておごり高ぶることなく、彼を讃えアスタリスク、彼の身にさじだアスタリスクするのだ。